こんにちは、パワミです。本日は複合式複数列を使ったリレーションシップの方法を説明します。本日の流れです。はじめに複合式とは何かを説明します。次にパワー BI 画面で複合式を使ったリレーションシップの方法を説明します。今回はリレーションシップの応用編です。そもそもリレーションシップとは何かが知りたい人は前回の動画を参考にしてください。このチャンネルではパワー BI、パワーアップス、パワーオートメイト等パワープラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。はじめに複合式とは複数のキー、複数列の組み合わせからなる式のことです。はじめに式とは何かを説明します。下の表の例を見てください。テーブル1のスーパーの売上一覧には日付、商品コード、売上数の列があります。テーブル2の商品一覧には商品コード、商品名の列があります。この2つの列は商品コードでリレーションシップすることができます。この場合、この商品コードの列が主キーになります。リレーションシップをするために紐付ける列と考えれば良いと思います。では次に下の表の例を見てみましょう。テーブル1のスーパーの売上一覧は先ほどと同じです。テーブル2の商品一覧に日付、原価、売価の列を追加しました。日付ごとに商品の原価、売価が変わる場合、この2つのテーブルはどのように紐付ければ良いでしょうか。この場合、日付と商品コードの2列を組み合わせて主キーとし、リレーションシップすることができます。このように複数の列を組み合わせて主キーとしたものを複合主キーと呼びます。しかし、Power BI ではこの複合主キー、複数列を使ったリレーションシップをすることは今のところできません。ではどうするのかというと、日付列と商品コード列を結合して、複合主キーの列を追加します。この追加した複合主キーの列を使ってリレーションシップをすれば良いのです。それでは実際に複合主キーを使ったリレーションシップの方法を Power BI の画面で解説していきます。今回も説明のため、簡単なスーパーの売上一覧と商品一覧のテーブルをサンプルデータとして作ってみました。サンプルの Excel データは売上一覧、商品一覧の2つのシートを準備しました。売上一覧には売上日、伝票番号、商品コード、売上数の列があります。商品一覧には日付、商品コード、商品名、原価、売価の列があります。まずは Power BI デスクトップから Excel ファイルを取り込みます。商品一覧と売上一覧、2つのシートにチェックを入れてデータの変換をクリックします。パワークエリエディターが開きました。セールスリストのテーブルから複合式の列を追加します。売上日と商品コードの列を選択します。この時、選択した列順に結合されるので、最初に売上日を選択してコントロールキーを押しながら2番目に商品コードを選択します。この状態で列の追加タブから列のマージをクリックします。列のマージでは区切り記号にアンダーバーを入れようと思います。区切り記号でカスタムを選択し、アンダーバーを入力します。新しい列名は分かりやすいように複合主キーとしておきます。 OK をクリックすると、一番右に新しく複合主キーが追加されました。日付コードと商品コードが結合しています。このままでも良いですが、日付はスラッシュの値を値の置換で削除しておきます。あとはデータの変換をしておきます。データの変換について知りたい人は以前の動画を見てください。
プロダクトリストテーブルも同じように複合式列を作ります。日付が数値型になっているので日付型にしておきます。あとは同様の手順で複合式列を作ります。こちらも同じように日付のスラッシュを取り除けば複合式列の作成は完了です。同じようにデータの変換をしておきます。せっかくなので売価と原価から利益の列も追加しておきます。いろいろな計算等をする方法はまた別の動画にアップしたいと思います。パワークエリエディターでの操作が終わったのでホームタブから閉じて適用をクリックします。では早速複合式でのリレーションシップをしましょう。モデルタブを開きます。すでに2つのテーブルのリレーションシップができています。カーソルを当てると複合式列で適切にリレーションシップができていることがわかるのでこれで大丈夫そうです。本当にリレーションシップがちゃんとできているかグラフを作って確認してみます。レポートタブに戻りましょう。積み上げ縦棒グラフを作成してみます。軸に売上一覧の売上日、判例に商品一覧の商品名、値に売上一覧の売上数を入れてみます。グラフの表示も問題なさそうです。2つのテーブルが適切にリレーションシップされていることが分かりました。せっかくなので利益額も出してみようと思います。利益額は商品一覧の利益×売上一覧の売上数で出すことができます。これをクイックメジャーで計算してみようと思います。クイックメジャーは1行ずつの計算ではなく商品名や売上日などカテゴリーでまとまった計算ができるのでとても便利です。クイックメジャーの使い方もまた別の動画でまとめようと思います。ではもう一つ折れ線グラフおよび集合縦棒グラフを作ってみます。軸に商品一覧の商品名、各棒の値に利益額、線の値に売上数を入れてみます。グラフが適切に表示されています。このように複合式によるリレーションシップで2つのテーブルを紐付ければテーブルをまたがった計算も簡単にできるので非常に便利です。本日は複合式を使ったリレーションシップについて説明しました。今回説明した複合式を使わなければリレーションシップができない場面も多くあるのでぜひ覚えておいてください。次回は引き続きリレーションシップの応用として叩いた結合について説明します。他にも解説してほしい内容等あればコメント欄にリクエストしていただければできる限り動画に反映しようと思います。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。